一人の魅力を引き出すオーダーメイドサロンボーガの加藤です。本日ビスポークプラスチャンネルでご紹介するのは、つい最近僕が、自分自身がですね、オーダーしたスーツをご紹介したいと思います。で、もう隣にねあるかと思うんですが、その前にですね、私大好きな、まあ、オーダースーツの生地メーカー、生地ブランドがあるんですけど、それはどこかと言いますと、スキャバルさん。スキャバルが大変、私大好きでございまして、なぜ好きかと申しますと、今では僕たち、簡単にですねオーダーメイドスーツ屋さんって、当たり前のように運営させていただいておりますが、このね、バンチブックって言います、これを、これをめくるとですね、まあ、本みたいな、まあ、ブック形式のサンプル帳になってるんですが、めくるとその今シーズンの、まあ、新服事であったり、そういったものがこういった長方形にカットされて、こうめくるだけでね、あ、こんな記事がリリースされてるんだ、あ、こんなコレクションなんだなっていうのを見ながらですね、お客様このサンプルを見て気に入ったものからオーダーメイドのスーツをおあつらえいただくことが当たり前のようにできるんです。ただこれがない時はもちろんですけど、すごく長い何メーターある生地をですね、お店に陳列させて、お客様の肩にかけて、鏡で見ながら、お客様と一緒に生地を選んでいくというようなことしかできなかったはずです。で、もちろん今でもですね、反物っていう、まあ、何メーターの反物ね、当店にも、何種類かは何色かは、陳列しておりますし、肩にかけながら選んでいただく生地もございますが、このバンチブックっていうものはこのスキャバルが世界で初めて作りまして、このバンチブックがあることによってたくさんの、ヨーロッパの有名生地メーカーさんのサンプルを取り扱いすることができるようになりました。生地だとやっぱりかさばりますし、どんだけ広い店舗でもですね、やっぱり限界あります。でもこのサンプルブックになることで、簡単にお客様の前でこうペラペラめくりながら、どの生地が好きですかなんていう会話も簡単にできますし、この中からねお客様が、あ、これいいよねっていう生地を、おあつらえすることもすごく簡単にできてしまうと。まあもちろんちょっとこうイメージしにくい、スーツになった時にイメージしにくいなどのデメリットはあるんですけども、でもそれでもたくさんの生地、まあね、有名な服事メーカーさんのものを取り扱いできるようになりましたし、お客様のニーズがですね、難しい色柄のものっていうのはやっぱり生地の反物としては仕入れにくいので、こういったサンプルで、見させていただいて、で気に入ったら、仕入れをするっていうことができるようになりましたので、このバンチブック制度を世界で初めて作ったスキャバルというのは僕の中ではパイオニアだと思っております。なのですごく大好きな服事メーカーで、その服事メーカー、大好きな服事メーカーのスキャバルで、まあ、ちょっと見ていただきたいんですが、この生地ですよね。今このスーツはこの生地でできてます。サビルローっていうコレクション、今回リリースされたサビルローっていうコレクションなんですが、スキャバルが50周年を、まあ、祝うということで、今まで出してきたコレクションのアーカイブを一度ね、もう一度改めて見直してですね、その中で人気のあったコレクションの、人気のあった生地をこう少し今風に、まあ、アレンジメントを加えてリリースしたのがこのサビルローというコレクションとなっているって、この間ねお聞きしたんですが、すごく本当にベーシックなものからこういった変わった生地までコレクションされてますので、風変わりなものが好きな方でも、綺麗なスーツが着たいという方でも、非常に見ていただくと楽しいバンチコレクションになっているかと思います。でその先ほど見せたこのトップから2枚目のこの生地で自分のスーツを作ってみました。どうですかね、僕自身こういったスーツはあまり、最近ようやくグレンチェックを始めて
着用しましたが、これもグレンチェックの一つで、こうチェックのラインの中に、明るいちょっと黄緑のようなラインが入っているのが僕の中ではちょっと気に入ってしまいまして、この生地を選ばせていただきました。で、今回50周年ということで、ちょっとこの手をね開けるとですね、強そうですね。なんか戦うような感じです。もちろんこの私の当店のボーガというロゴが入っていて、逆方向にスキャーバルのタグが入っているんですが、このタグ50周年記念で作られているタグなので、このコレクションでしか見ることができません。なのでスキャーバルが好きだよっていう方はぜひお近くのオーダースーツサロン、もしくは自分が通ってるですねオーダーメイドスーツサロンに、行ってもらいまして、スキャーバルの、サビルロ、ぜひオーダーメイドで作ってみていただければなと思います。50周年ですからね、もう二度と来ないんで、次はまあまた70周年60周年あるかと思いますが、その時にねこのタグがもう一回出てくるかはまた違いますので、ぜひ記念にねオーダーメイド好きな人、スキャーバル好きな人は記念のために一着オーダーしていただいてもいいんじゃないかなと思います。本日は自分のスーツをちょっと自慢させていただきました。ご視聴ありがとうございます。